今日の聖書の箇所は新約聖書、テサロニケ人への手紙第1、4章の13節から18節までです。お手持ちの新改訳聖書では366ページになるかと思います。テサロニケ人への手紙第1の、4章の13節から18節まで、橋本忠義兄弟によろしくお願いします。お読みいたします。眠った人々のことについては兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくはありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。私たちはイエスは死んで復活されたことを信じています。それならば神はまたそのようにイエスにあって眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはずです。私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。主は号令と御使の頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。こういうわけですから、この言葉をもって互いに慰め合いなさい。それではいつものように私たちの教会の信仰の宣言をご一緒にいたしましょう。一番からいきます。はい。私は父なる神の愛と慈しみと恵みを心より感謝いたします。私は御子イエス・キリストの十字架の贖いと復活の命が私のためにあることを感謝します。私は聖霊が今日も私の心に新しく注がれていることを感謝します。
。一言お祈りいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、今日もまた梅雨空のもと、こうして一人一人の心と体を励まして、あなたの御堂に導いてくださり、あなたを賛美礼拝できますことを心から感謝いたします。兄弟姉妹たちと共にあなたのこの宮で、あなたの恵みを思い、またあなたの与えてくださる憩いの中で、私たちの魂を和らぎ、またあなたの御手の中に委ね信頼することを教えてくださるこの機会を心から感謝をいたします。このような礼拝が私たち一人一人の毎日の生活にとって欠かすことのできない天台の糧であることを心より感謝をいたします。私たちが日々の歩みの中でいろんなところを通りながらも、あなたが時には私たちを引き上げ、またいろいろな状況や、またいろいろな人のことを通して、あなたが真実であり、恵み深いお方であり、いつも顧みていてくださるお方であること、また私たちの道を先んじて歩んでいてくださるお方であることを知らされて感謝をいたします。今朝もあなたのご愛に値しないものでありますけれども、あなたが憐れみを持って顧み、あのキリストの十字架の贖いによって私たちを罪を許し、贖い神様の子供としてくださって、アバ父よとあなたを呼ぶ霊を授けてくださったことのゆえに心から感謝いたします。地の塵に過ぎないものをあなたは顧みて救い出し、暗闇から光の中に移してくださったあなたの驚くべき恵みを心から感謝をいたします。今日もあなたに励まされ、また聖霊がこの街道に満ちて、お一人お一人の心の隅々にまで聖霊の新しい息吹が与えられて、あなたの命の御言葉が心の、そして体の豊かな栄養となって、一人一人があなたの命に満たされることを信じて感謝をいたします。どうぞ今日あなたが私たちに語りかけてくださる永遠に変わることのない真理を私たちの魂に深く受け止めることができますように、そして心のひだに刻み込むことができますように導いてください。私たちの群れにつながるお一人お一人、入院している橋本千鶴子姉妹の上にも、どうぞあなたが行き届いてくださり、なおその魂を励まし、あなたの憐れみをもって癒しを与えくださいますように。また先週あなたの身元に召された田辺信子姉妹のお母さんの霊を、あなたが永遠の憩いの中に和らげてくださって、あなたがそのご家族ご遺族をどうぞ慰め励まし、また希望を与えてくださいますようにお願いを申し上げます。どうかここに集われるお一人お一人のご家族の一人一人のうちにも、今日もあなたが祝福で満たしてください。このしもべをあなたの御手の中に委ね、清めてお持ちくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。だいぶ前のことになるかと思うんですけれども、こんな記憶があります。
今の、皇后陛下さんのですね、あの美智子様の、ご家庭に3人のお子様がいらっしゃると思うんですけれども、その3人のお子様の他にですね、確かもう一人生まれてきそうになったお子さんがいらっしゃったかと思うんですけれども、流産か何かで失われたかと思います。詳しいことは覚えておりませんけれども、当時皇太子妃であったこの美智子様はですね、そのことに大変、嘆き苦しまれて、そしてその悲しみからなかなか癒されることができなかったというような、話を聞いたかと思います。そのようなこの悲しみの中でですね、美智子様の心を打った言葉が一つあったというのです。それはこういう言葉だったと言います。天国にはですね、素晴らしくきれいな大きい花ばかりではなくて、片隅に咲く小さな花も必要であったのでしょうという言葉であったといいます。まあ、この言葉によって深く慰められたとおっしゃっていたように思います。まあ、誰にとってもですね、その愛する者の、死というものは悲しみをもたらし、またその喪失感からですね、自らの精神状態に、この深いですね、憂いを伴うことは決して珍しいことではありません。人間というのはこの、死というものを前にして全く無力になってしまうということがあります。死というものが人の命を、人生を奪い去るものであるという、そういう現実がですね、この目の前に立ちはだかってきますと、そしてまた遅かれ早かれ人というのは必ずいつか死ぬものだという、そういう眼前とした事実を前にするときに、生きていることにどんな意味があるのだと、だろうかと、ふとですね、こう佇んでしまうような、そういう経験はおありではないでしょうか。まあ、普段はそんなことはですね、考えずに、いろいろ生活に追われ忙しくしていて、そういうこの眼前とした現実を忘れることが多いわけですけれども、まあ、ふとした時にですね、死というものを考えますと、生きているということが何かこう虚しくなる意味があるのだろうか、そういった経験をされる人は少なくないのではないかと思うのであります。今日の聖書の箇所はその人間の現実である死というテーマについて、パウロ先生が語っている重要な箇所であります。私たちはこの死という現実をどのように考えたらよいのでしょうか。身近なところで、また家族やそして親しい友人を亡くされた方がいらっしゃると思いますし、そういう方々をどのように声をかけたらいいのでしょうか。どのように慰めたらいいのでしょうか。むしろどんな言葉もかけない方が慰めになるのでしょうか。今日の聖書の箇所から、聖書はこれらのことについてどう語っているかということを見てみたいと
思います。パウロ先生たちが第2回目の伝道旅行の中で誕生したギリシャのテサロニケという町にあるこの教会で、パウロ先生たちが他の伝道地へ移っていった後で、その教会の幾人かのクリスチャンが地上での生涯を終えて召されたようであります。そのことでこのテサロニケの教会のクリスチャンたちは深く嘆き悲しんだということが想像できます。それまで同じように主イエス・キリストを深く信じて信仰生活に励んできた者同士、主にあってお互いに尊敬し、また労苦を共にしてきた者同士、そんな主にある兄弟姉妹が先に召されたとき、その召された人たちの魂は死後一体どうなるのだろうか、そしてまた彼らの死というものを自分たちはどう受け止めたらよいのだろうか、生前にキリストを信じていたというそのことと死後の魂とどういう関係にあるのだろうか。信仰とは生きている間だけの話であるのだろうか。キリストを信じて生きるとは死後の魂にも影響を与えるのだろうか。こういういろんな疑問がですね、遠くにいるパウロ先生のところにまで届いたものと思われます。ですからこのパウロ先生はこの手紙でその疑問についてはっきりと答えているわけであります。それが今日の聖書の箇所でありますが、パウロ先生のこの答えを見る前にですね、当時のギリシャの人々が一般に死というものをどのように捉えていたか、考えていたかをご紹介したいと思います。使徒パウロとほとんど同時代に生きた人にプルタークという、哲学者がいますけれども、この人の友人の息子さんが亡くなった時に、プルタークという人はその友人に手紙を出しました。その手紙の内容を要約しますと、こう書いてあるのです。悲しみを癒す最善の方法は落ち着いて考えることだ。何を考えるかといえば、人間というものはいつか死なねばならないものだという現実を認めることだと。そんなふうにプルタークは進めるのであります。つまり誰でも人間はいつか死ぬ運命にあるのだから、それが早いか遅いかということであって、死ぬということには変わりないのだから、それをその事実を受け入れるということが悲しみから癒される道だとこのように説くのであります。また同時代のギリシャのですね、セネカという哲学者も、子供を亡くした友人に、手紙を宛てておりますが、この哲学者もその友人の理性に訴えかけます。その友人があまりにも深く悲しみ嘆いていますから、セネカは、友人をこうたしなめてですね、そんなに悲しむものではないとこう叱りつけているような手紙が残っています。当時の知識人たちは
死というものを自然の成り行きと考えて受け入れなさい。そうすれば悲しみから癒されると、そういう教えを説いていたようであります。その当時から言えばもう2000年近く時が流れていますけれども、現代でも大体同じようなことを言って、私たちは人を慰めようとしているケースが多いのではないでしょうか。植物が自然に朽ちて、枯れていくように、人間も時が来ると朽ち果てるのだから、何もそのことに格別悲しむこともないではないかと、そういうふうに、理性にですね、訴えるような表現が使われたりします。誰もがいつかは死ぬのだと、それは分かってはいても、そのことを受け入れるだけでは悲しみや嘆きからなかなか癒されるとは限らないということ、そのことは皆さんが実際に経験していることではないでしょうか。頭では分かっていても、心では悲しみから解放されない、なかなかされない。では聖書によると人間の死ということについて何と語っているのでしょうか。聖書は全く別の角度からこのことを見ております。まず13節に目を止めてみたいと思いますが、パウロ先生がこう言っています。眠った人々のことについては、この眠ったというのは召されたという意味で使っておりますけれども、召された人々のことについては、兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。パウロ先生はここで望みということを語っています。死という現実の前に全ての望みを失いやすい私たちの前に望みを見せてくれています。その望みとは何でしょうか。その望みとはイエス・キリストの死と復活という真理であります。イエス・キリストが十字架について私たちの全ての人のために罪をあがなって死んでくださったという、そのイエスが死から復活されたお方であるということ、主イエスが復活されたということは、主イエスに信頼してその人生を主にお委ねした者はイエスと同じように死から復活するのだという希望であります。14節を見ていただきますと、私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はまたそのようにイエスにあって眠った人々を、つまり召された人々をイエスと一緒に連れてこられるはずです。イエスと同じように死から復活するのだという真理を語っています。そして15節を目を止めたいと思いますが、私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。ここでは主イエス・キリストがいつか再び来られるということが語られています。
これを神学的な言葉ではキリストの再臨と呼んでいるわけですけれども、キリストがいつか再びもう一度この世界に来られるということは聖書の中でたびたび語られている真理であります。この新約聖書の最後は復活のキリストがしかり私はすぐに来るというキリストの御言葉で終わっています。そして初代のクリスチャンたちがアーメン、主よ来てくださいと祈る、その祈りで聖書が閉じられています。さらにこの16節と17節で主イエスキリストが再臨されるとき何が起こるかということが黙示文学的な表現で比喩的に描かれています。まあ、現代の私たちがこれを読むときかなり理解しにくいと思いますけれども、当時の人々にとってはこのような表現の方法は身近に感じたようであります。新約聖書の最後にある黙示録の中にあるような表現を黙示文学的表現と呼ばれていますが、私たちはこれを見るとき、その文字通りを受け止めるというよりも、このような表現を通して何が語られているか、どのようなメッセージが語られているかに注目したいと思います。そしてここを見てみますと、キリストの再臨のとき、まずそれは全世界を揺るがすような形でキリストの再臨が起こるであろうということ、そしてそれと同時にキリストを信じてすでに召されていた人々がまず死からよみがえるであろうということ、その次にその時生きている人々で死を信頼している人々がよみがえった人々と共に一挙に引き上げられ空中で主と出会う、主と会うと記されています。つまりここで語られていることはすでに死んでいた人はよみがえり、生きている人はよみがえった人々と共に主によって引き上げられる、その時生きている人もいつかは死ななければならない人々でありますが、その人たちも共にキリストの復活の命に変えられる、死から命へ、死ぬべき体から永遠の体に突然変えられるというのであります。そして永遠の命の中に引き上げられる、それからいつまでも主イエスと共にいることになると言われています。17節の終わりでありますが、主と共に永遠の命に生きる、永遠に主イエスと共に神様のご愛と恵みの中に生かされるというのであります。それが望みであります。この望みが与えられているというのであります。聖書が語っている希望とはこのようなものであります。ですからこの地上での私たちの生命の終わりが全ての終わりではないということであります。キリストの再臨の時に死者も聖者も共に神の力によって一挙にキリストの復活と同じような永遠の命の中に移されるというのです。ですから死というどうしようもない力を前にして
私たちはなすすべもなく、ただただ悲しみ嘆き続けるということで終わるのではない。愛するものを失えば深い悲しみを伴います。そして十分悲しまなければなりません。悲しみや嘆きを無理に抑えてこらえるということはかえって良くないと言われています。グリーフワークという言葉があるように、悲しむということは大事なことだ。十分に悲しみ、十分に嘆くことは必要だ。それを無理して元気を装ったりしていると、いつかその無理から他の部分が叫び出すというふうに言われます。悲しみたいだけ十分悲しみ、嘆きたいだけ十分嘆くことが大切であります。パウロ先生もそれを止めてはいません。しかしクリスチャンには全く別な希望があるということを忘れないように、キリストの再臨というものがあるということ、主にあって召されたものはキリストの復活に預かっていつかよみがえるということ、そして死というものが、生命の終わりというものがこの世の中で一番力のあるものではないということ、死が全てを飲み込んでしまうものではないということ、最終的な勝利者は神であるという事実、キリストが死を命に変えてくださるということ、キリストが死を超えた力を持っておられるということ、このことを、この望みを私たちは忘れてはならないと教えられています。キリストを信じる信仰とは、私たちのこの肉体の中にある地上での生涯だけの話ではないようです。キリスト信仰は永遠の命に関することであります。今現代の死因の大きな原因であるいくつかの病気、がんとか心臓に関する病気とか脳梗塞とか、いつもそういう名前がですね飛び交いますけれども、決してそういうものが最終的な勝利者ではないということであります。医療に携わる医師も、そしてまた病気に侵されている患者も、全く無力に押し合ってしまうあらゆる病気も、それが全能ではないという事実、病気が人間の支配者ではないということ、本当の支配者は死から命へと一挙に移してくださる主イエス・キリストの父なる神、全能の神、このお方であるという事実であります。東京の雑司ヶ谷というところにある一つの墓地がありますけれども、そこには、夏目漱石のお墓とかですね、いろんな有名な人たちのお墓がありますけれども、その墓の近くに大理石の墓石のに一つの墓碑が書かれています。それはまた会う日までと刻まれているのであります。その大理石のお墓はいつも新鮮なお花が捧げられていて、とても美しい
お墓であるそうですけれども、その墓こそ実は日本の生んだ世界的な神学者、聖書学者である内村鑑三先生のご長女ルツ子さんのお墓であります。ルツ子さんは内村鑑三の最も苦しい時に召されました。当時は世を挙げて開戦論、戦争へ戦争へと人々がですね盛んに議論をしている最中で、そんな中で内村鑑三先生は完全として戦争に反対していきました。彼は戦争の利益は強盗の利益である、これは盗みし者の一時の利益であって、彼と盗まれし者との永久の不利益であると、そんなふうに唱えてですね非戦論を主張しました。日本は今戦争をすべきだという世論が全体を支配する中で、内村鑑三先生は四面楚歌となり国賊扱いを受け、家にはしばしば石が投げ込まれ、外へ出ると人々から罵倒される毎日でありました。そんな時に内村鑑三に似てとても賢いご長女のルツ子さんはようやく18歳の声を聞くと同時に1月12日忽然として昇天してしまったのであります。病苦に勝ち抜いて強い信仰に生き抜いたルツ子さんを見ていると、内村鑑三はキリストの復活ということをはっきり悟ることができたと言っています。そしてこのルツ子さんの死というものは社会的に全く動きの取れない四面楚歌の中にいた内村鑑三に信仰の大きな力を与えたのでした。ルツ子さんの葬儀の時、お墓の前で土をですね両手で握ってそれを空中に高く上げて、ルツ子さん万歳と大声で叫んだと言われています。ルツ子は死んだのではない、天国に行けば会える、天国の輝きと復活の希望を持って、内村鑑三はその後キリストの福音の伝道を大胆に展開していく力を受けたのでありました。ルツ子さんのその母妃のまた会う日までという言葉はこの内村鑑三の心を刻んだものでありました。ルツ子さんの死によって復活の喜びと確信を知り、歓喜に燃えて街頭で世界平和とキリストの福音を述べていく人となって進んでいったと言われています。キリストの再臨の時、先に召された者もその時生きている者も共に主にあって復活し、神の国が実現していく。だからこの生命が終わったら全てが終わりだというのではないと聖書は断言するのであります。死というものが全てを支配しているのではない、死がもし全てを終わらせるとしたら生きる意味がなくなってしまう。何のために生きているのか全くわからなくなってしまいます。死んで全てが終わりならば、本当の意味で私たちは何のために生きているのでしょうか。しかし
真理はそうではなくて、神様は最終的にその全能の力を持って神の国を実現されると約束しています。どのようにしてそれを具体的にされるのか私たちには分かりませんが、しかしイエス・キリストは死んでよみがえったお方です。復活というものがあるということ、主にあってよみがえる、そして永遠に主と共にいつまでも神の愛と恵みの中に生かされるという真理であります。生きている間に主イエスにつながっていなかった人についてはどうなのか、その質問がよく出ます。聖書全体から私たちに知らされていることは、神様はすべての人にいろんな方法で光を与えておられる。その与えられた光にどのように応答したかによって神様が最終的に判断されるであろうということであります。神様は憐み深く慈しみに富み恵み深いお方でありますから、一人一人に対して深いご愛を持って対処してくださることを確信することができると思います。幸いにして主イエス・キリストに信仰においてつながって生きる意味を見出し、虚しさから解放され、自分に与えられているものに目が開かれて、自分のようなものにも神の国のためになすべきことがたくさんあるということを知らされ、主にあって自分を喜んで使い尽くしたいという、そういう信仰を与えられた者にとっては、最終的な勝利者は死ではなく命であり、神であり、主イエス・キリストであります。パウロ先生のローマ書の中の御言葉を思い出します。ローマ書の8章の37節にパウロ先生はこう書いています。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。内村勘蔵先生がルツ子さん万歳と叫んだことと同じようなパウロ先生の御言葉ではないでしょうか。最終的な勝利は神にあって、永遠に神の愛の中に保たれるという真理であります。ですから使徒パウロは次のように言って私たちを励ましますコリント人への手紙の第1、15章58節で、ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。イエス・キリストにある歩みをしっかりと続けようではありませんかと勧められています。いつか主が再び来られる時を待ち望みつつ、それがいつなのか、キリストの再臨がいつなのか私たちには分かりません。明日かもしれません、500年後かもしれません。しかしいつ主が再び来られることがあっても、その時まで私たちは主の技に励もうではありませんか。どんな小さな奉仕も、どんな小さな親切な技も愛も、主にあってどれ一つ無駄なことはないという確信を与えられております。この聖書の語る望みを、驚くべきキリストの望みを私たちが広めていく
器にしていただこうではありませんか。一言お祈りいたします。愛する天の父よ、死は人生の終わりではないということをはっきりとあなたの御言葉は私たちに示してくださいました。主が死んでよみがえられたように、私たちもまた主にあって死からよみがえる日が来るというこの真理を今日の御言葉は示しています。どうか私どもがこのことを頭の中で理解するだけでなく、心で受け止め、深い確信を持って今の自らの人生と生活に生かすことができますように、いつか私たちがキリストに相まみえて、私たちもまた復活の命に生かされて、いつまでも永遠に神の愛の中に置いていただけるという望みによって、どうかお互いを慰め励まし、生きていくものとなることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは、聖歌の623番、いつかは知らねどを賛美したいと思います。Amen.
それでは神様に、捧げ物をしたいと思います。